皆さんどうもお久しぶりです。YouTube のコミュニティでもお伝えしましたが、先週は風邪で体調が悪く、動画投稿できずにすみませんでした。もう体調はバッチリ治ってますので、心配していただいた視聴者の方々、本当にありがとうございました。外出しまくってたので疲れが出たんでしょう。遊ぶのはいいが、ちゃんと体調管理しろよな。はい、もちろんそうさせていただきます。ではでは、まずは一応新シリーズということで、自己紹介を軽くやっていきますか。この動画から新しい視聴者さんが入ってくるかもだからね。はい、というわけでゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。うぷ主のまっちゃんみつです。一応こんなキャラでやらせていただいています。今回はこの3人でやっていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今回は、アメリカでやっていきたいと思うよ。前にもアメリカでやっていたわよね。そうだな、その時は主にドイツとの戦いを中心に進んでいってたな。そんなこともあったね。ドイツは序盤に攻略するのが難しいから、序盤のうちだけ敵には回したくなかったんだけど、後半になるにつれてどんどんアメリカ側が優勢になっていって、最終的にはドイツへの大空襲が成功を収めて勝利を勝ち取ったよ。そうね、我ながらあの作戦はなかなか良かったと思うわ。と、干渉に浸るのもいいが、実況もちゃんとやってくれよ。そうだね。研究は最初に自動車か歩兵レベル2と、駆逐戦車レベル1を進めていくよ。そして3つの兵車も戦車工場もない都市に、戦車工場を建てて戦車の生産をできるようにします。あまり兵が生産できないような場所で、戦車工場を作って戦車を増やそうってわけだな。なるほどね。今後この戦車工場が大きな役割を果たすんでしょうね。ついでに2日目あたりからカナダに進行できるように、その準備も進めてるよ。だからさっきからカナダ方面に兵を送っているのね。そういうことそういうこと。ちなみにユニットはまとめて運用するのが基本だから、あまりこのゲームに慣れていないよっていう方は、基本的には複数にまとめてユニットを運用するといいよ。確かに、1ユニットだけだと心もとないな。だからというわけではないけど、特に他国に進行するときは複数にまとめると良いよ。てなわけで、メキシコ方面にもユニットをまとめて進行準備をします。やっぱり北米統一が第一なんだな。うん、そうだよ。カナダとメキシコを潰しておくと、後々かなり楽だしね。初期の拡大場所としては定番よね。そうだね、あとは、もう一カ国攻められるよ。あ、オーストラリアかオランダだろ。はい正解、素晴らしいですねマリサくん。フィリピンやその他の太平洋の島にいる歩兵や民兵と、ラバウルにいる艦隊を運用することで、オランダ、もしくはオーストラリアを制圧しに行くことが可能となるのよね。そうそう。でもプラスでフィリピンで戦艦と軽戦車あたりを生産しておくといいよ。ちなみにカナダとメキシコの制圧は、初期分とプラスで自動車か歩兵を生産し、さらに戦術爆撃機を組み合わせることで、効率的に、確実に制圧が可能となるから、もしアメリカをやる時があれば、ウプ主のやり方を参考にするのも良いと思うぜ。一方ヨーロッパを見てみると、ドイツが早速ポーランドに侵攻をしているね。イギリスも何やら軍を動かしてるね。あ、ちなみにルーマニアなんですが、うちの視聴者さんみたいで、ことの成り行きで一緒にやることになりました。もしかしたらあちら側視点の動画が上がるかもしれません。その時は報告しますね。それでは最後に、初期のユニットを見ていきますか。はい、こんな感じとなっているぜ。海軍大国なだけあって海軍が多いのと、歩兵の多さが目立つかな。大国だものね、このくらいいないと。あ、ちなみにパラシュート兵は初期の段階ではアメリカ、日本、ドイツ、ソ連にしかいないよ。それは貴重だな。でも、アメリカで初期パラシュート兵ってあまり使わないよな。うん、自分はキューバ攻略以外で使ったことはないかな。とまあ、新シリーズはアメリカでやってきますので、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。